シアルブラザーズ。うん、サタンの部屋。ようこそ、超究極新型魔装をね、初回攻略やっていくってやつぜ。で、今回これは後付け実況になってるぜ。で、いや、マジでよ。本当にやばかった。3時間やっても全然勝てなくて、タイムシフトになんとかいけたんだけど、まあこれ、新アマテラス余裕で超えてる。で、3時間の挑戦では、メダルアイテムと紋章なしで維持になってたんだけど、まあタイムシフトでは、紋章とメダルをつけてやらせてもらおうぜ。勝てないと動画にならないのよ。負けた動画は絶対に扱わないって決めてるから、ネタ動画とかは別なんだけど、で、今回、これ、場所ごとに細かく、解説していくぜ。で、俺、ビナー、年始のガチャ、爆死したから持ってないのよ。だから、ビーラー艦隊で行くんだけど、このビーラー、確かに適切だけど、ビーラー入れても難しすぎるから、今までのことも含めて、苛立ちが半端ねえ、ビーラーに対して。で、ビナーより削ってくれるから、もうフレンドもビナーにせずに、もうこの、ビーラーにかけようっていうわけで、簡単にしてもらってるぜ。簡単に至ってるぜ。で、ビナーは、回復 M とか SS で回復してくれるんだけど、こいつはマジでよ。簡単に言った場合、回復の方法がもうハートしかないから、もうかなり、やばいのよ。だから、同族加盟とかつけて、体力を14万まで上げて、これでご利用していくという。簡単にすることによってビーラーの攻撃力を上げて、で、いくらハート音が悪くても立ち向かえるように、体力を14万まで上げて、これが削られる前に、ボスをぶちのめせっていうやられる前にやれ戦法をね、今回はやらせてもらおうぜ。で、今回思ったのは、結構ルート取りの上手い人や、かなり考えて打った人の方が苦戦したんじゃないかなと。で、重要なのは、サンフレして弱点をつくことではなくて、サンフレすることなんだよな。要するに、サンフレして弱点を、無理に狙ったりすると、ショットの正確さが、正確性がちょっと失ったりするし、本当に余裕がある時についていくと。で、これ、言えるのが、理由があって、意外とこのクエストを暴れた方が強かったりする。だから、そういう観点から考えて、結構な、運要素が強いと。そう考えてみると、新アマテラスって本当によくできただなと思うよ。このクエストと比べて、運要素も少ないし、ほぼないし、制作者の意図をしっかりと読み取りやすい。このクエストはマジで、最後の最後まで、俺読み取れなかった。原則壁って、これ本当に合ってんのってボス2で思ったね。これ本当に合ってんの方法。絶対他にいい方法あるだろうって。で、あと、さっきも言ったけど、考えて打つより、暴れた方が案外ダメージが出るという。その運要素が強い点でもちょっとは新アマテラスより評価が俺下がるかな。楽しかったけども。で、ここは、まず、弾にはまって処理していくんだけど、今回入れないから、こういう時も意外と暴れるとなんか処理できたりする。これは関係ないけど、このパワー本当に暴れてサンフレさえできれば意外と倒せる。で、ここなんだけど、これ、そのボス戦まで行った試合の感想で言うと、ここ下った方が結構いけたんだよな、これ。この3匹を倒してしまうと、減速壁出る左に。逆に出さずに、ちょっとなんかこうやって地道に削っていった方が、たまにビーラーのクリティカルとかが発動して、意外とやりやすい場合になる。で、これはボス戦でも一緒。ここよりはボス戦の方が重要で、意外とボス戦は、その3ターンか4ターンの間を、雑魚処理を一旦ちょっと遅らせて、ボスを微妙に削っておくと少しでも。それがかなり重要になってくるぜ。地道に入ってるだろ。でも、ここは、覚醒とかなくて、ちゃんとターンは経過してるから、ボス戦の方が、より、大事。で、左の、上と下にいたドラゴンは、友情コンボでかなり削れる。で、右の侍はしっかり直殴りで削っていくと。で、ビーラのぐるぐるドッカンエセさんのよ。名前が、勇猛無比、あるいは勇気ある者の、ぐるぐるドッカンっていう SS があるんだけど、それは、ドラゴンはちゃんと削れる。で、ボスにも微妙にダメージ入るから、それも結構重要。これなんだよな、これ。で、俺なりの答え。ボスにもこういうとこあるんだけど、これ横勘でダメージを出していくうちに、いい感じに、伊達政宗の、入り口。伊達政宗左側の入り口のところで止まってくれると、要するに今の 4P がいるところと、
逆側の上にもしうまく仲間がはまった場合はかなりそれをうまく利用してダメージも出せる、ま、けど正直それよりはそこにはまらずいい感じに横でダメージ出せる方が一番いいから、なんかそれもよくわからねえんだよな。これがもう当初はそのあえてくっつかせてそれを利用してダメージを出していくと思ったんだけど、見てこれ、これこうやって暴れた方がなんかダメージが出てしまうと、これで出るんだよダメージが。 だから結局何なのって思ってしまうんだけど、で一応これは次の一匹をちゃんと解除して、で暴れたらダメージがまた出ると、一回弱点ついたから出てるから。そして薙ぎ払いのダメージが半端ねえ。アンチウィンドウ持ってないやつが連れてかれるとめっちゃ範囲狭い薙ぎ払いでとんでもねえダメージを受けてしまうと。でまあビーラーの SS は16打で1回打てるから、まあ、結構頻繁に打ってもいいけど、まあ、ボス戦で使う上では結構まあ後で詳しいことを説明するぜ。止まっちゃったけど、だから薙ぎ払いがマジでやばい。薙ぎ払い食らってしまうととてつもなくダメージを受けると。で今回は予想以上に左にはまってしまったからちょっと焦って SS を2発使ってるぜ。さあ OK で、ボス戦から結構怖いのがボス1、ボス3は初期位置がかなり重要。よっしゃ、ボス戦やっていこうぜ。マジでボス1、ボス3は本当に最初の位置でかなり決まってくるから、今回これは最悪な位置、そして命のハートを取っちまってる。まあ14万もあれば結構耐えてくれるからいいんだけど、まあ、やっぱハートは重要だから。でここ暴れれば結構たまたま倒せるんだけど、今回は なぜか 2P の上跳ねれば入れるかなと思ってちょっとよ狙ってんのよ。たまたま完了。さあたまたまの時代の始まりだ。で入れなかったか、なぜかこう言って倒せた。おめでとう、かなり運が良かった。だがここはさっきも言ったかもしれないけど、なるべくぐだらせていくのよ。でクロスでペアだから片方のペアを残せたらラッキー。それでボスにもダメージを与えてボスを本当に地道に削って少しでも覚醒後を楽にする。さあ SS でやっていくぜ。ぐるぐるドッカン SS。何時は強者か、ならば我とぐるぐるドッカン踊りて勇者の証を示さん。ぐる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 ドッカン、お尻とお尻このパワーとんでもねダメージを受けて、これでとりあえず倒せなかったのよ。両方ともだから、なんとかダメージ出していくぜ。この場合重要なのが、3体に触れた後に、侍を倒しに行くと。残りのドラゴンは、友情コンボで勝手にやられるから。そして、両方倒してまったから、その、ぐだらせが失敗したけど、こっからは、本当に、とりあえず3フレして、余裕があれば弱点も狙っていく。で、しっかりブロックに乗ってるのか、ブロックに乗ってないのかを見極めて、次のターンのプレイヤー、しっかりと混乱状態を回復させていくと。で、さらに余裕があるなら、ハートをなるべく温存させると。で、これは、金波と小ハートに取ることについてすごく悩んでると。で、両方取っちまって結構ショックを受けてる。さらに弱点もつけないけど、7ターンなら今のダメージはもう十分合格レベル。そしてこれは縦勘でいったらダメージが出ると思うんだけども、やっぱり3フレ20倍は重要だと思って、この誘惑からちゃんとよ脱出して右にうっすらといっていい感じのダメージが出せたと。いやこれやばいだろこれ本当に。まあ一番いいのが本当上に弱点来るときってな、それが結構削りやすい。で、
意外とあったのが、こんな感じで、これ違うけど、左の弱点と壁に挟まってグゴゴって一気に削ったりすると。なんか余裕があればそういうショットも狙っても面白いかなと。さあ、個人的にボス削りが難しかった。このボスに。で、このボスにも、グダったらグダったでラッキーで OK。ボスもしっかり削れて、いけたらなと。覚醒する前に。で、このビーラの超強次元山が本当に強くて、ビーラの方は、友情が当たらない場合があるのよ。ビーラはしっかりと当ててくれる。かなりやっぱいい子よ、この子は。ぐるぐるドッカンを踊ってる時点で、やっぱりよ、優しいと思う。どういうこと？さあ、で、今回は、あんまり削れてないと、ボス。で、ここが、マジで意味がわからん、本当に。どうやって欲しかったのと。もう自分なりに出た答えは、横間で上がったり降りたりして、もう地味に削っていくと。でもこれは4番目を解除しなきゃならねえ。これで右側に入ったりしたらマジでショックだったけど、まあなんとかこれは耐えてくれたと。さあ、ダメージもなんとか少なめに終わった。で、一旦左側に配置するために、これ、うっすらと左に行かせてもらおうぜ。で、まあ、さっきも言ったけど、まあ、普通に横勘で削ってて、伊達政宗の右上と右下に、まあ、バッて止まっちまった場合は、まあ、逆にチャンス。減速壁に触れることなく、ダメージを出すことができると。で、まあ、さらにもうこれが一番重要だと思うのが、まあ、ここ SSO2 発まで使って OK で、まあ、ボス1で、ボス1とボス2で SS2 発ずつぐらい使ってもいいし、まあ、たまに治ったやつを使ってもいいんだけど、ラスゲが SS いらない。むしろ SS が本当にいらない。使っちゃダメっていう感じ。だからここで使っていいんだけど、まあ、どう使うかっていうと、これ、即死の残り3ターンになるときに、右側の減速壁がなくなるのよ。その時に SS を使う。だから、よっぽどチャンスじゃない限り、残りの3ターンの減速壁引いた時のために SS を残しておくと。で、ちゃんとその3ターンに合うようなモンスターの SS をしっかり、コントロールしとくと。だから残り3ターンで大幅に削るから、まあ、この3ターンまでは、いかに配置するかとか、いかに地味に削っておくかってところ。さあ、これで減速壁が消えると。ここからが勝負。この3ターンがマジで勝負。で、これが怖いのが、右側にはまった場合、弱点が左固定だから、もうダメなのよね。それで。で、これは、本来暴れてもいいんだけど、まあ、なるべく、運ゲーにしたくなかったから、すごいルートを考えて、右側に、ボスの右側に入らねえように、すごい慎重に今狙ってるって感じ。何時は強者か。ならば我とぐるぐるドッカン踊りて、勇者の証を示さん。さあ、かなり頭に、ルートを思い浮かべて撃ったぜ。これでなんとか甘くいって弱点をいい感じについてくれた。ありがとう。そしてピーター、このパワーガイドを取った。リア光ってる足元が、くる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 とかドッカンしない。しかも可愛い一個もある。お尻とお尻か、あらあら、ごめん、このパワー。で、これも位置がめちゃくちゃ良かった。こんな感じで、このたまたまを倒していくと。たまたま完了。さあ、たまたまの時代の始まりだ。
さあ、ここで重要になってくるのが、まあ、この3体を倒した後に、上になんかザコがやってくるんだよね。で、そのザコが減速壁出してくるのよ。で、ビーラの SS を撃ったりすると、稀に倒すことあるんだけど、それ倒したら、ボスの弱点が強化されないらしい。ボスが下に来た場合じゃないと。でも減速壁が出ないっていうメリットはあるんだけど。何時は強者か。なれば我とぐるぐるドッカン踊りて、勇者の証を示さん。さあ来たぜ、あいつがビーラと一緒にぐるぐるドッカン踊るやつ。ぐる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 ドッカン。お尻とお尻が、そこはいい、そこはいい、そこはいいのよ、そこは歌わなくていいから。さあ行くぜ。で、こっからやっていくんだけど、あの下のドラゴンは友情コンボで楽に削れるから、もう本当に仲間に当たるだけで OK。 そしてこの後 SS が全く必要なくなるから、全くじゃないんだけどね、使っとくぜ。何時は強者か。なるは我とぐるぐるドッカン踊りて、勇者の証を示さん。で、これで下倒れたぜ、いい感じ。ぐる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 ドッカン。お尻とお尻と、そこはいいって、だからそこはいいよって。で、こっからがよ、マジで、まあ結構難しいと言っていいんじゃねえか。うまくやれば一瞬で終わるかもしれないんだけど、まあ、さっき下のやつ倒したことによってボスが弱点強化されて、で、貫通変化になり3体に触れてズバズバやれってことなので、これもまあ横勘で下とかに降りていって貫通になって上がってきて弱点をズバズバ切りゃいいんだけど、まあ、意外と減速壁が出なくなる残り3ターンまでじゃなくても結構こんな感じで地味に削れる、見触れでも。これをまあ繰り返していけば勝てるんだけど、まあ、それそううまくいかねえと、こんな感じで。そしてハートは多分ハート悪い方と思うから、この14万の体力をいかに減らさないようにやっていくかと。で、これ悩んでる理由としては、次4番目だから、この 1P、 あの右上の 1P を解除しないとやばいと。でも、まず減速壁じゃなくて、まず貫通変化したいんだけど、貫通変化した場合、上に当たれねえかもしれないから、まあ、直で当たってた方がいいかな、ということで、まあ、直狙っていくんだけど、これが、意外と、貫通変化にならなくても、3人に触れればダメージが入ることに気づく。残り4ターン、まあ、今5ターンだけど、なら、意外とズバズバ弱点つかなくても、倒しきれるんじゃねえかということに、まあ、気づいてしまうと。で、さっき SS はあまり意味ないとは言ったんだけど、実を言うと、まあ、このちょびちょび削りをさらに SS で増やせると、安定してダメージを出すことができるという点で、SS も状況によっては使ってもいいと。で、こっからは、まあ、状況判断して、さっきまでの、貫通変化なんて3フレしてズバズバ削らなくても、まあ、いいんじゃねえかと、いい感じに友情と直殴りで、なんかダメージ出して4ターンぐらいなら経過するんじゃないかということで、ほら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 、こんな感じでやってんのね。普通にまあ下に降りていって、床で降りていって上がってきて、その間にサンフレしてズバズバやるのもいいんだけど、こういう戦法も状況によっては成立するんじゃないかと。まあこれ、この混乱状態をまあ回復させなきゃならねえから、それが結構よ、ちゃんとしたルートを取れない理由なんだけど、でも結構削れてる。さあ、状況によってはこんだけ食らってしまう。で、ハート、命のハートが下にあるけど、もう多分そんなこと関係ないよな。次の大ダメージを受けるときはもう即死で4番目でとどめを刺さなきゃならねえ。もう関係ねえよな。そして最後で、この最悪な位置どうしようかと、上乗れんのかなと、乗れなかった。そして思った以上に削れないけど、まあ、あの位置からしたら上出来。ここでめちゃくちゃ悩むんだけど、これは3フレして
それかまあ2フレで弱点をついてダメージを与えていくべきか、さっきの地味削りに SS を足せばいけるんじゃねえかと、 SS にかけてやろうかと、そういう判断をしている最中だぜ。あのブロックとブロックの間で2フレ、そしてあと左には当たってくれというこの最後のショット、行ってこい。万事は強者か、ならば我とぐるぐるどっかを踊りたかった、ぐる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 っとかん。というわけで、なんとか、まあ、いけたぜ。まあ、個人的にはメダルアイテム使ったり、まあ、紋章つけてるから、ちょっと納得いかないとこあるけど、まあ、それなりの難易度だったと思うぜ。まあ、それなかったら俺は勝ててね、本当に。これはやばい。だから、まあ、勝てなかった人も全然もう、その、落ち込む必要ない。これはマジで、やばすぎる。というわけで、よかったら、参考にしてたら嬉しいぜ。次の回で会おうぜ。あばよ。いいからそこに並べ、俺が焼き寄せてやるからよ。焼き印がかわいい。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。まだ次の夜会で待ってるぜ。焼き印って仕方ねえ。